日本農業新聞チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。ネギネギ、こんにちは。ネギネギ、ネギこのナオです。メグです。カエデです。じゃじゃーん、皆さんこのネギが見えますでしょうか。はい、本当皆さんの応援あって、おかげさまでネギっ子は20周年を迎えました。ありがとうございます。ラベルにしていただいて嬉しいです、ね、ありがとうございます、うん、はい、私たちの応援グッズに、はい、こんな素敵なネギライトというグッズがあります、はい、こちら皆さん持っていただいて、うん、観客席をネギ畑にしてください。はい、はい、ネギっ子はネギっ子という名前の通り、こんな風にネギ畑で写真を撮った CD もあります。聞いてね、聞いてね、ネギネギ。はい、そして私たち7月20日で結成20周年を迎えるんですけれども、はい、20周年ライブが決定しています。新潟は7月23日に新潟県民会館で、8月の13日に東京渋谷ラインキューブで行われます。はい、ね、ネギっ子っていう名前は知ってたけど、ネギっ子の音楽は聞いたことないっていう方は、ぜひこの際にネギっ子の音楽を聞いてね、素敵な音楽いっぱいやってるんだなっていうのを知っていただきたいですし、ライブに来てみたいなって思った方はね、先ほどメクで紹介したネギライトを持って、ぜひライブに遊びに来てください。はい、うん、そして私たちは昨年出産もしまして、全員お母さんにもなりました、はい、子育て世代の皆様とも交流ができたらいいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。絶賛ネギ坊主を育てております。はい、はい、そして私たちはこれまでにもネギサミットや、産地の、ネギの産地で今日ネギネギツアーというものをやってきました、うん、はい、本当にすごい盛り上がりでね、皆さん大好きなイベントなので、うん、また開催された際にはね、ネギ農家の皆さんもなんかネギの産地でこんにちはネギネギって名前でやってますからね、うん、なんかネギ関連のこととかあるかもしれないので、興味がある方もそっちの方足運んでいただけたら嬉しいです。お待ちしてます。お待ちしてます。この先どこまで行けるかというね、新しい目標ができたので、これからまたたくさん大変なこともねあるかもしれませんが、頑張っていきたいなと思います。ぜひ応援よろしくお願いします。それでは以上はネギっ子でした。バイバーイ。